どうも皆さんこんにちは、原カンタです。こんな疑問を思ったことはありませんか？なぜアフリカの人たちは貧しいのにたくさん子供を作ってしまうのか。僕の YouTube ではアフリカが抱えている貧困問題について取り上げてきましたが、時々こんなコメントがつきます。貧しい生活をしているのに子供をたくさん作るのが理解できない。子供が増えたら育てられないじゃないか。お金がないなら子供を育てることができないのに、なぜアフリカの人たちは無計画にたくさん子供を作ってしまうのか。このような疑問を持ったことがある方もいるのではないでしょうか。ですが逆にこのように考えることはできませんか？貧しいのに子供をたくさん作ってしまうではなく、貧しいから子供をたくさん作らなくてはいけないと。僕の YouTube では過去にアフリカをはじめとした最貧国では5歳の誕生日すら迎えることができずに亡くなっていく子供たち、いわゆる乳幼児死亡率の問題を取り上げたこともありました。その一方で人々の経済的レベルと女性1人当たりが産む子供の数には相関関係があると言われています。今回の動画ではアフリカの貧しい人たちはなぜたくさん子供を作るのかという理由について詳しく解説をしていきます。勘のいい方であればもう気づいているかもしれませんが、今回も世界的ベストセラーになったファクトフルネスをベースにしています。この動画を最後まで見るとアフリカに対するイメージはもちろん、人口問題に対する考え方も根底から覆るかもしれません。海外で起きている問題をイメージだけで語ってしまうんではなく、事実やデータに基づきながら正しく世界を見る習慣、それがファクトフルネスです。思い込みを乗り越えたい方はぜひ最後までご覧ください。僕の解説に入る前に、アフリカの友人サイラスになぜアフリカの人たちは子供をたくさん作るのかという質問をしたことがあるので、その時の様子を振り返っておきましょう。1年以上前撮影した動画なので今とは少しテイストが違うんですけど、現地の人の意見を知れる貴重な動画です。ちなみにサイラスは10人家族で8人兄弟です。ではご覧ください。Why African women produce a lot of children? One, it's pride to them. A woman without children is not recognized in Africa. It's like culture. And they also feel that producing one or two is not enough. Assuming two die, having hopes that in case this one, something happens to this one, they still have many children to take care of.この動画の続きが気になる方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ後でチェックしてみてください。サイラスが話していた内容を補足する形で僕が解説をしていきます。まず最初に彼は文化的な理由について言及しました。子供をたくさん産むことができない女性は社会的に認められないと。アフリカの農村部をはじめ経済的に困窮した地域、さらには伝統的なライフスタイルを今でも続けているアフリカ人の間では、このような文化が残っている場所も一部あると聞いたことがあります。またそのような田舎の地域では女性の社会的進出が認められていなかったり、男性の方が圧倒的に地位が高かったりするケースも多いため、そもそもどれだけの子供を授かるかという話において子供を産む側の女性に決定権がない場合もあります。これも大きな原因です。少し話が横道にそれますが、アフリカの一部の地域では児童婚、つまりまだ18歳にもならない女の子が大人の男性と反強制的に結婚されるといった社会問題も起きています。その他にもインドやバングラデシュといった南アジアの保守的な地域では、花嫁が結婚の際に夫や夫の家族に対して財産を持参しなければならないダウリーが残っている地域もあるなど、アジアやアフリカの一部の地域では男性と比べて女性の地位が圧倒的に低い地域があります。そのような地域では子供を産む側の女性に決定権がない場合も多く、文化的社会的な要因も存在するのです。 SDGs 持続可能な開発目標の中でもジェンダー平等の達成が叫ばれていますが、世界では男性と女性の間に圧倒的なまでの格差がある地域も残っています。そしてもう一つサイラスが挙げていた理由は、1人や2人の子供を産むだけでは不十分だからです。どういうことか。経済的に貧しい地域では医療や公衆衛生の環境が整っていない地域も多く、生まれてすぐに命を落としてしまう子供たちがたくさんいます。そのため何人かの子供たちは亡くなってしまうことをあらかじめ想定し、多めに子供を産むのです。後ほど改めて解説しますが、医療環境が発達している日本では生まれてすぐに赤ちゃんが命を落とすというケースは非常に稀なため、生まれる前から亡くなるケースを想定するというのは想像すら難しい現状ですよね。例えば世界最貧国の一つであり内戦が続いているアフリカのソマリアでは、実に1000人中52人の赤ちゃんが生まれてから1ヶ月以内に命を落としています。多くの場合熱帯地域特有の感染症であるマラリアや不衛生な生活
活によって引き起こされる下痢が原因になっているのです。僕たちが暮らしている日本は新生児の死亡率が最も低い国の一つで、その数は1000人中1人、1000人生まれてくる赤ちゃんがいたら1人命を落としているということです。世界最貧国のソマリアでは1000人中52人の赤ちゃんが命を落とし、日本では1000人中1人の赤ちゃんが命を落としている。つまりソマリアと日本では赤ちゃんが生き延びることができる確率が52倍も違うということです。赤ちゃんは自分が生まれてくる場所を選ぶことはできません。でも生まれてくる場所が違うだけで50倍以上も生き残る確率が変わってしまう。残念ながらこれが今の世界の実態です。貧しい国では生まれてすぐに命を落としてしまう赤ちゃんや、5歳の誕生日を迎える前に亡くなってしまう子供たちがたくさんいる。そのため家族計画を立てることが難しく、子供をたくさん産まなくてはいけないというのが子供が増える大きな理由です。他にも理由があります。アフリカをはじめとした経済的に貧しい地域では農業によって生計を立てている家庭が多く、そのような農家にとっては子供も立派な労働力です。そのため子供を学校に通わせるのではなく農業を手伝わせる親もいます。子供が増えれば労働力としてカウントできる。いわゆる児童労働が蔓延していることも貧しい家庭では子供たちが多くなる理由です。病気で命を落としてしまう子供たちがたくさんいることや、労働力として子供もカウントされることがアフリカをはじめとした経済的に貧しい地域で一人当たりの女性が子供を産む数が多くなる原因です。実際に女性一人当たりが産む子供の数が5人から8人と最も多いのはソマリアやチャド、ニジェールといったアフリカの最貧困の国々に集中しており、これらの国々では乳幼児死亡率が多かったり、さらには児童労働も蔓延しています。貧しい生活をしている人はお金がなくて育てることができないはずなのに、なぜ子供をたくさん作ってしまうのかという疑問からスタートしましたが、実際にはその逆、つまり経済的に貧しいから子供をたくさん作らなくてはいけない、これが正しい世界の捉え方です。ですがこのような状況というのはあくまでも世界で最も貧しい人たちだけに当てはまる話です。どういうことか。先ほども話したように女性一人当たりが産む子供の数が5人から8人と最も多いのはソマリアをはじめとした世界で最も貧しい国々に集中していますが、その一方でイラン、メキシコ、チュニジア、バングラデシュ、トルコ、インドネシアなど経済成長が著しく貧困から脱却しつつある国々では女性一人当たりが産む子供の数はなんと平均2人と言われています。バングラデシュやインドネシアといった国名を聞くと、人によっては途上国とか貧しい国とか、そういったイメージが頭に浮かぶはずです。ですが実はこれらの国々では女性一人当たりが産む子供の数は平均2人というのは意外に感じる人も多いのではないでしょうか。以前のこちらこの動画でも解説をしたように、途上国という単語で世界を捉えようとすると実態を見誤ってしまうといった話をしましたが、例えばアフリカの最貧国であるソマリアと東南アジアのインドネシアを同じ途上国という言葉でくくってしまったら、このような違いには気づけませんよね。また一つの国の中でも貧しい生活を送っている人たちが多い田舎と経済的に発展しつつある都市部では状況が大きく異なります。例えば僕が活動してきた東アフリカのウガンダでも経済的に最も貧しく、かつ保守的な考え方が根付いている田舎の地域では女性一人当たりが産む子供の数も多いですが、経済成長著しい首都のカンパラでは女性が産む子供の数は少なくなっています。都市部で生活している人でたくさんの子供を引き連れている女性は見かけることはほとんどないですね。かなり少ないです。たくさん子供を産んだとしても学校に通わせるためには教育費がかかったり、また都心部では農業で生計を立てることが難しい子供が増えても労働力としてカウントすることはできません。さらには都心部ではお金がなければ生活することができませんが、当然のことながら子供の数が増えれば生活費も増えてしまいます。これは日本と一緒です。アフリカの人たちはなぜ子供をたくさん作るのかと疑問に思う人は多いですが、アフリカと一言で表現しても54カ国ありますし、農業で生活している人が大半の農村と市場経済に飲み込まれている都心部ではライフスタイルも大きく異なります。一人で5人も8人も子供を産む女性がいるのは経済的に最も貧しい人たちには当てはまる話かもしれませんが、経済成長の軌道に乗っているいわゆる中流階級と呼ばれるような人たちには必ずしも当てはまる話ではないということは理解しておきましょう。一応補足しておくと、先ほど登場したサイラスは8人兄弟ですが、彼は28歳か29歳くらいらしいので、彼が生まれたのが30年前のアフリカだったという背景は忘れないでください。ちなみに僕らは当たり前のように
ように自分の誕生日を言うことができますけど、サイラスは自分の年齢や誕生日は正確には知らないと話していました。なぜ自分の誕生日がわからないのか、その理由については先ほどの動画の中で彼が明らかにしていますので、ぜひ概要欄のリンクから動画を見てみてください。彼の話マジで面白いですよ。経済的に最も貧しい生活を送っている間は生まれてすぐに子供が命を落としてしまう可能性があるし、農業で生計を立てている家庭であれば子供を労働力としてカウントする。さらには貧しい人たちが暮らしている地域ではたくさんの子供を産むことができない女性は社会的に認められなかったり、女性の社会的地位が低いといった文化的な要因も存在します。これらがアフリカで最も貧しい人たちが子供をたくさん作る原因になっています。ですが逆に考えると子供の死亡率が下がり、児童労働がなくなり、女性が教育を受け、避妊具が普及し、家族計画を立てやすくなれば、こういった状況は大きく変わってきます。実際にバングラデシュやインドネシアといった国々では1人当たりの女性が産む子供の数が平均2人であるように、貧困から脱却することができれば女性が産む子供の数も減っていくのです。どんな国でもどんな社会でも経済状況が安定し家族計画を立てやすくなれば、親は子供の数を減らし、その分だけ子供により良い教育を受けさせたいと思うからです。実際に過去の歴史でも経済成長に伴って医療や公衆衛生の環境が整ったことによって女性1人当たりが産む子供の数が大きく減ったという国があります。南アジアのバングラデシュは1972年に独立しましたが、当時の平均寿命は52歳、女性1人当たりが産む子供の数は平均7人でした。ですがそれから40年経った現在のバングラデシュでは平均寿命は73歳になり、女性1人当たりが産む子供の数も平均2人になったのです。バングラデシュが独立した直後は乳幼児の生存率は8割以下だったと言われています。つまり1000人赤ちゃんが生まれてきてもそのうち200人以上の赤ちゃんが生まれてすぐに命を落としていたということです。ですが経済成長に伴って医療環境も発達したことにより、2019年におけるバングラデシュの乳幼児生存率は 97.5%、 独立直後は1000人の赤ちゃんが生まれてきても200人以上が命を落としていましたが、現在その数は25人にまで減少しているのです。バングラデシュという国名を聞くとアジアで最も貧しい国というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、そういったイメージすらもアップデートしていく必要がありますよね。さらには貧困から脱却することができれば女性たちが教育を受けることができるようになり、女性の社会的地位や発言権も上がってきます。また性教育や避妊具が普及すれば家族計画を立てやすくなりますし、子供たちにワクチンを打つことができるようになれば様々な病気を予防することができます。貧しい人たちが経済的に豊かになればもっとたくさんの子供を作ってしまうんではなく、実際はその逆、貧困を脱却することができれば子供の数はむしろ減っていくのです。アフリカの貧しい人たちを助けると彼らはどんどん子供を作ってしまって世界人口も増えてしまうんじゃないか、そのように考えている人がたまにいますが、実際はその逆ということが分かっていただけたのではないでしょうか。今回のようなテーマから僕たちが学ぶべきなのは、メディアが切り取った一部の情報だけに惑わされるのではなく、事実やデータをもとに正しく世界を見る姿勢が大切だということです。特にマスメディアはいかに視聴者を引きつけ高い視聴率を出すかを考えているため、珍しい事例を取り上げる傾向があるからです。今回のテーマに関して言えば、例えばアフリカのある女性が一人で何十人も子供を産んだニュースなど、実際にテレビ番組でそのような内容を目にしたことがある方もいるかもしれません。ですが事実やデータに基づいて今の世界を捉えてみると、実はそのようなケースというのは非常にレアで、必ずしも世界全体を正しく表しているとは限りません。それにもかかわらず、たった一つの事例を拡大解釈してこれだからアフリカ人はと大きな主語で語っていては、間違った世界の捉え方をすることにつながります。思い込みで世界を捉えてしまわないようにするためには、何か一つインパクトのあるケースを目の前にしてもその情報だけに惑わされるのではなく、より俯瞰的な視点で冷静に物事を捉えるようにしていきましょう。今回の動画を作るにあたってもう一度ファクトフルネスを読んだんですけど、確かにファクトフルネスも批判されている部分はありますが、それでもやはり思い込みを乗り越え今の世界を正しく捉えるために大切な考え方が載っていると改めて感じました。かなりボリュームのある本ですが、この動画を最後まで見た人なら間違いなく面白いと感じるはずなので、ぜひ手に取ってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それから僕が運営している原カンタのオンラインサロンシナジーでは、国際協力や社会問題に関する勉強会を毎週やってるんですけど、ファクトフルネスの内容に触れることはたびたびありますね。僕の YouTube を見た先、もう一歩踏み込んで世界の問題について
勉強してみたいという方は、ぜひ概要欄のリンクから公式ホームページをご覧ください。新しいメンバーを募集しています。読書をするのが苦手な方なら、ファクトフルネスを読むのは正直しんどいかもしれません。ですが、ご安心ください。僕の YouTube では、ファクトフルネスをベースにしたような動画も今後定期的に作っていきたいと思いますので、これからも僕と一緒に世界について学んでいただけるという方は、ぜひチャンネル登録、それから今回の動画少しでも参考になりました方、ぜひ高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。